今回は新しい超絶ツバイ、これをねやらせていただこうかなと思います。でこのクエストはね、ギミックがダメを地雷と見せかけて新ギミックあるんですよね。ちょっとまあ、真面目にプレイするのはミディアーデになってくるんで、まあ、こっちはちょっとパパッとやらせていただこうかな。まあそんなわけで編成はね、今回は超絶だからね、属性有利とあんまり気にしなくていいから、もう好きなキャラ詰め込んできました。で、一番最後隠してると思うけど、これはもう皆さん驚きのキャラね。で、これ。なんか新ギミックで、原則床。床っすね。今までは壁とかにはあったけど、これが床ですよと。だからこれでどのぐらい減速するのかなって気になりました。はい。はい、以上になります。じゃあこれが見たかったということで、じゃあ一旦倒すとこまで。いや、好きだったなぁ。ムースタン使いたかったっていうか、これさ、割と真面目に、四つ葉強かった気がするんだけど、意外と道中のね、カットしたけど、ザコとかあの、ね、銃のやつとかカッパとかいろいろ刺さってくれたんで、なんかそんなに悪くなかったかな。あと、超スピでごまかしも効くからね、踏んだ後に。なんかそんなところも含めて、なんか意外と四つ葉良かった気がする。いや、でもこれ報われたとは思われたくないな。まあ、そんな感じでね、じゃあ、エクストラ出るまで周回させていただきます。お、よし、来たー。ミリアーデ降臨というわけで、いやでも図鑑に性能入ってたのがちょっと寂しいところね。砲撃型のリフレクションリング。でまあ、確か、運営取引が父だったんでね。まあ今回はお母さんがやってきましたよと。それじゃあ、ミリアーデのギミックを拝見させていただこうかということで、誰が、熱敵士みたいに新しい敵士をもらうのか。ダメよ。ん？あれ？これ。ちょっと待って。私の頭の中に、あのキャラしか、全く余裕でない。あれ？これ、あのキャラぶっ壊れみたいな感じになるんじゃないの？で、水以外使用注意、属性効果アップだけど、多属性は連れてきませんよと。で、一部の敵は弱点アップにハートなし。味方に触れると攻撃力アップなんで、3人触ればいいタイプじゃなくて、1人、誰かに触れれば OK よタイプのやつになってきますよと。まあ、これは多分、末春、ダメじゃないかな。倫理的にミク接待は。いや、あの時ミク引けなかった人たちをそんな煽るようなことあります？で、しかも、ジョータロウも持ってない人たち嘲笑うようなことあります？アブピッシャーで苦しんでる人たちを。で、まあ一応あとは、まあ残りはね、アルビレを連れてきて、あとはちょっと1体ぐらいなら、反射のぶっ壊れキャラ連れてきてもええかなということで、窓から連れてきました。まあ使えなくてもね、大号令割合持ってるんで、そこでなんとかね、使えるという可能性もありきり。私は遊べるところでは極力遊びたいんで、まあちょっと遊び要素も入れたいですよということで、やっていこうかなと思います。どうしよう、これミク最適だったら。でもミクじゃなかったら誰が輝くんだ？ジョータロウぐらいしかなくない？でもミクかジョータロウどっちかだと思うんだけどね。だどっちかは、いやいや、これはあれだ。味方に触れ、そうね、味方に触れて倒せば OK と。やべ、内着。いや、意外となんとかなんねえだろ。はい。で、これで、まあ、縦勘で。やべ、ミクでワンパン取れないの？え、マフージイエルなんですけど。え、私マフージイエルなんですけど。嘘、あれ？違うな。なんだこれ。あ、毒！あー、なるほど。状態上回復、状態上回復。誰か持ってない。状態上回復、誰か持ってない。持ってない。いや、窓からは一応それで防げるか。誰か状態上回復持ってこないとダメなのか。まあ、とりあえず触れたらダメですよと。ほい、ほい、ほい。よっ。あれ、アルビリは弱点キラーだっけ？あ、ダッシュ M か。弱点に触れるごとにアップを弱点キラーと勘違いしてたわ。でもこのステージ内弱だったら、結構やばそうな気がするけどね。ちょ、これを、味方に触れる友情コンボのやつって、味方に触れるごとのやつってこれ友情コンボにも恩恵乗るから、多分ルミナスちょこっと通用すると思うよね。え？全然しない。全然、あれ全然しない。お、まずい！やべ、SS の遅延はちょっとまずいな。俺、開幕窓か調整はやってはダメですよと。はい。で、ルミナスで。いやー、これ敵硬っ！敵カチカチすぎひん？これ。SS の遅延はちょっと食らいたくないって言った時に食らうのもちょっとあれなんですけど、はい。スピードアップ欲しいなー。そしたら、1体、転送壁なくてもいいから、のキャラいたりするといいのかな。そうするとで次アルビレオでこれ蘇生で、お、危ね、あー、毒ジョー太郎でジョー君に飛ぶでしょ。まあ風太郎がいないからそこはちょっとこのジョー太郎君に補ってもらう。やっべめちゃめちゃやべ、思ったよりもこれダッシュ M の恩恵でかっ。あとはジョー太郎はじゃあこれ横勘で弱点倍率アップ入ってたっけ。まあルミナスでいたわせて倒せますよと。オッケーオッケー。あ、意外とでも友情コンボ通じるな。一部の敵だから雑魚には入ってないのかな、これ。
今のところ熱滴衝動なんか、いやいいね。熱滴衝動いやらしくないと思ったら、ちょっとなんかいやらしいの出てきちゃった。まあ、でもまだ一応なんとかなるか、これ。山竹とかで腐るほど見た、あれ。で、ここで、まあ、挟まりに行きまして、拡大。これもだから毒で直しましょう。これ味方に触れてない。やっぱ味方に触れながらだから、こうか。はい、適当に挟まりに行って、誰か倒せば OK だと思うんだけど、でもこれ窓か一応入れてたらどうなんだろう。なんかいけそうな気がしなくもないんだけどな。はい。とりあえずこの辺はまあ適当に回してなんか動き回れば、別に挟まらなくてもなんか倒せそうな雰囲気 めちゃめちゃあるんで、問題なしですよと。あとは下のこの、あいつだけが硬いの。おー、あーでもまあこれは倒してぶん殴ればいいんで問題なし。まあみんなに散りばめても倒せるから、それで治るから。オッケー。いや、こういうの好き。やっぱ殴り強いな、マドカは。キラーと、超ダメもあるし。確かミク持ってなかったよね、超ダメを。あ、そうだね、持ってないからそこだけは、ちょっと強い。で、あー、なんだっけ、この、天4の毒枠のやつ。で、ウォルブスと殴り入れたいから、とりあえずこれで一回。ゾンビワンパンできるか、これ。全然できん。あ、そうだ、やべ、そうだそうだ、これプヨ倒さないで SS のチェーンからせっかくここまで貯めたのに。でも割と道中長いな、戦ってて。ゲー重なってる。これワンプ、これプヨなしだと無理かな。あ、意外といける。で、よし、オッケー、魔封じキラー EL が刺さってる。意外と、でもこれ毒を広めちゃうと面倒くさいから、やっぱ、いやー、これ連れてくるならチョッパーの方がなんか使い勝手いいのかな。そうすると、で、これ殴る。ここはワンパンか。で、マドカがちょっとどこまで戦えるかな、これ。まあ、大号令使ってもいいんやけど。あ、ダメ、もうダメ。ダメ。もうダメ。もうダメ。竹調になっちゃう。まあ、そこがじゃあ丁寧に避けか。大号令、この拡大爆破と相性をとてつ、やばーい。あれ、治ってる？あれ、マドカ？あ、マドカマドカ、こんな、見逃してた初回。あ、状態初回に持ってる。いや、これなんか私カンニングしたみたいになってる。まあ、カンニングはさすがにしてませんよと。はい、はい、はい。いや、敵硬ー。これ一回ぐらいちょっと、ミク使ってもええかな。ミク使、いや、でも使うんだったらアルビーかな、これ。そうだな。やっぱ2段階目のミクの方が、いろいろと強いんで、まあ、アルビー、これで微妙だったらアルビーの SS で倒そう。配置もいいし。敵なんかあからさまに硬くない？なんだこれ。で、縦勘で、思いっきりガツンと削りに行く。で、弱点に触れるごとよね。そうね、弱点に触れるごとにパワーがアップ。で、超ダメを。まあ、上にダメ割るから問題なし。はい。これでアルビ。よし、OK、アルビス。いや、でも多分ミクでこれやったらなんか、やばそうな気がプンプンするんだよな。開幕からもうこれ大号令使っ、いやー、これはちょっと使うもんじゃないな。でも意外とこれそのままこれカンカンで、どうせこれあれでしょ、毒なしでしょ。こう打ってこれでカンカン。いや、硬ー！敵硬ー！味方に触れて、じゃあ、味方に触れて、上がってって、あの間挟まりますよと。はい、はい。よし、OK。いや、これ気持ちいいな。いや、熱敵士のあのホトンに比べたら、もう、神食いです、これ。あとは、あっちから回って、で、無理は無理なんで、ここからぐるっと挟まると。あ、でもどうなんだろう、こいつ生き残らしといて。いや、こいつ生き残らしといて、毒直し要因として残しておくのありなのかなと。おー、窓か！ちょっと思ったよりも窓かがやばい。さあ、これ殴って倒して、まあ窓か意味なかったんですけど、いや、でもこれどうだ？いや、弱点出るのね、やっぱり。あ、でもここは窓か使えるんじゃない？で、これだから横勘で、あー、なんかすげえ嫌な位置だな、これ。いや、でもこれそのままカンカンでいけないか？多分これ外弱でしょ。はい。いけ！いけ、窓か窓か窓か！いや、なんか思ったよりも強す、やりの、持ってるルミナスリーが強する。で、そこに毒が入りますよと。まあ、回復はカンカンすればいいんで、いや、どうすかな、これ。こっからぐるっと回ってカンカンカンか。ただ即死そろそろなんか飛んできそうじゃない？これ敵のターン的に。なんか長い数字がないんだけど。これちょっとミクの SS 使うか。どうせ多分ラスゲでもう一回使えるでしょ。
そうだ、なんか長い数字がないから嫌な予感がする。これ縦勘で、まあミクだったら、あれカウンターキラーもらえてない。あ、知ってるぞこれで、はいはいはい。え、あ、は、え、ミクでこれ、嘘、ミクでこれ買ったやべ、あぶね、ミクの遅延なかったらこれ完全に終わりだったぞい。敵硬くないか、そしたら。で、アクセラレーター入ります。ぐるっと回ってカンカンカン、はい、でカン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 、いや硬いなーこれ。でもアルビンのクリティカル割と効いてる。なんか思ったよりも敵硬いなーこれ。でも窓川連れてきて結構良かったかもしれない。なんか思ったよりかは足手まといじゃないわ。激種変化パネルもあるし。でここで、うーん、あーやべ、これもしかして、やべー、窓川開幕はちょっとまずい。どうしようかね。SS の遅延もろに食らっちゃうんだよな。ぶっ殺すかー、しゃあね。いや、ここでちょっと使っちゃうのもったいない感あるけど、まあ、じっくり戦えばたまるか。よし、OK。SS の遅延食らって SS が使えなくなるっていうのは本末転倒なんで、まあ、一旦これで頑張ります。まあ、じっくり戦えばええでしょ。で、割合。こいつ倒したら、あ、じゃああれか。右上のゾンビ倒したら多分弱点出るタイプかな。割合でズババ。ま、パチンコパチンコ !7.5 番よし、OK! でも一回かちょっと、クソ、パチンコで、ブシャーするはずが。そしたら、うわ、一番なんか嫌な位置にいる。ま、しゃあね。とりあえずこいつ倒して帰ってきて。いや、硬ー！じゃ、ここでもミクの魔封じ効くんだよな。ここしっかり避けとかないと結構まずい。で、ミクはこれ、キラーあるんで問題ありませんよと。はい。パンパンでしょ。いや、この人だけやってることやばいのよな。あ、しまった。砂時計取っときゃよかったかも。で、7ターン。いや、めちゃめちゃ頑張った。努力は分かった。縦勘でこれ、加速加速。いや、これミク艦隊だと結構簡単そうだな。ミク引いた人めちゃめちゃこれ、大当たりになってんじゃん。で、スクランブルレーザー。ちょっとここから、軽くあれだな。これ、調整タイム入らないとダメかもしれない。これちょっとカンカン。はい、パック。よし、で、カンカンカン。これなんか嫌な予感がする。多分足りない。やっぱり。これ下弱だったらおそらくいったけど、ほら、危ねえ、使っといてよかった。これは、おー、危ねえ、死んだかと思った。これ結構ヒットポイントがあれだな。回復がなかなかしない。まあ、ここで回復丁寧に。よし、OK。ただ、ここだけじっくりに戦ったことで、かなり余力が作れましたよと。SS ダメしました。で、こっから、あー、これさっきのやつね。まあとりあえず倒しに行きましょう。いい、はい、もうそれやめてー。ほんとにさ、それさ、いや、これ私が、いや、使用理解してるけど、いや、ルートあれしかなかったじゃん。やめようよ、もうやめましょうよ。私何回このコビーの下手くそなモノマネしなきゃ、モノマネ、セリフだけのモノマネしなきゃいけないの。あ、でもまあこれあれか、ここで挟まればしっかり。これは縦勘とかで入るんじゃなくて斜めで入りましょうと。よしよしよし。一応これ何が起こってるか仕組み説明すると、激種変化パネルって、ボールがちょっとね、キャラクターのボールにか、重なった瞬間に反射変化するのよ。だから、敵の内部で、これ反射になってんのよ。こういう敵の内部直殴りルート行くと。だからそういうことね。で、こいつら倒すと多分、あれでしょ？弱点出てきてみたいな、さっきと同じ流れ。はいはいはい。だからちゃんとこうやって敵のいないところで反射になって挟まらないと、さっきみたいになんか敵の内部で入れ番してわけのわかんないことになりますよっていうのが、うん、さっき起こったことであります。ここでしっかりカンカン、よいしょ。でここで弱点がスパッと。どうすかな、ミクはでもラスゲ遅延入れたいから、上太郎まで、いやでも上太郎まで回したらこれ即死か。倒しきれなかったら罪なのか。まあミクは2回使えるんで、まあ大丈夫でしょ。カウンターキラーももらってるはず。横勘で下がる。ほんとミクの性能強で、侵略すること火の如し。これでカン座手。あれ、なんでこんなに、あれなんか全然入ってなくない。あれ、あれ、これミクの全力か。これなんだこれ SS。 いや、ここで SS でもルートめちゃめちゃいいんだよなこれ。まあそっか、どうせあと5手か、絶妙に足りるか怪しいな。これでアルビン、アルビン、よし、オッケー。いやー、いい感じ、いい感じ、ちょうどいいぐらいに
ダメージを削れましたと。これで少し SS ダメできるか。OK、いい感じ、いい感じ。いや、これアクセラレーターも強いんだよな、ミク。やっぱなんでこんな性能もらえてんの、この人。で、スクランブルレーザー、状態、いやー、状太郎何やってんだお前。まあ、なんくそ、これどうすかな、割合、これ削るか。いや、しないよね、さすがに。弱点殴って、強化入れて、軽くボス削る。てめえは俺を SS 使わせた。どうだこれ、倒せる？え、ジョータロウの SS 使いました。で、これでどうなってる？あー、いや全然削れてないんですけどちょっとどうなってるんですか。とりあえずこいつら倒して、ゾンビも倒さなきゃいけない。プヨも倒したいのよな。まあ、とりあえずあいつら倒して、はいはいはい。あ、やべ、一番倒さなきゃいけない、プヨ倒して。まあ、いや、窓かにはあのあれがあるから、あの窓かにはバリアがあるから、多分それで耐えるでしょ。で、頑張ったでしょ。はいはいはい、耐えますと。で、アルビーで、で、アルビーのポテトチップスで、とりあえず一回、プヨを倒しの、あれ、届くかな、ゾンビまで。はいはいはい。よし、OK。で、毒は触れてるけど、これ次、窓かで直せるんで問題なし。あー、でもこれ、よし、OK。これ、窓かで直せる。窓かの大号令、これ強いんじゃないですか。二段階目よね、これ。よし、OK。二段階目。横間でカンカンカン。これ、内弱だったら悲しい。これで、カン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 。ん？これ左側行っちゃった、もしかして。あれ、窓か？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 なんでこれ？あれ、なんでこれこんなにたくさんついてんだ？あれ？あれ？私のイメージした動きと違う。あれ、みんな直してるはずなのに、なんでこれみんなにぶちまけ、あれ、なんでこんなにみんなにぶちまけてんだ？あれ、これやばくね？ん？あれ、これやばくないっすか？あれ、これやばいよね、多分。多分これ10万飛ぶよね。ちょっと待って、これ。あれ、な、あれ、あん？何が起こった、これ。え、これ2万5000毒だから、あれ？多分これ回復しまくりで、はい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 、はい。ジョー太郎！ちょっと待って、窓かどうした？はあ、これかえ、いやもうこれ勝ったでええでしょう。てめえの範囲はたった一つだぜ。ミリアでたった一つのシンプルな答え。てめえは俺を見下せた。もうあんなもん勝ちで、もうこれ、ミクゲーじゃねえか。まあ、ジョータロウも多分強いだろうけど、でも遅延でね、できるの強いんですよね、遅延で。これ2ターンに1回電線切り飛んできて、超めんどくさいから、感染毒か。感染毒飛んでくると超めんどくさいから、直せるステージと直せないステージあるし。だからもうミクの遅延で、遅延かけて、その後もう、オラオラってしまって、もう実質スタープラチナすれば、まあ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 、だからそれでミクでスタープラチナすれば問題ないぞ。光、もう、ディオと同じ世界にね、入ってきましたということで、じゃあこれで、はい。またいつもの流れだ。くっそ、私のエクストラ初回って大体初回負けするんだよな。で、サブ機取って、メインだけ持ってないみたいな、そういうオチになっちゃう。で、砲撃型のリフレクションリングというね、ええもの持ってるんで、まあ、ネオが運枠で使える時代って実質言っても過言ではないんじゃないでしょうか。